何が見える？家はない、道だけ。商業地域かなんかっぽいな。いや、そうじゃなくて、姉さん、だから家よ。そんなに言わせたいわけ？俺はもうものすごく。はいはい、リバタリアリバタリア、伝説の海賊の楽園を300年ぶりに見つけたんだ、このサミュエル・ドレイクが。それとその弟、魅力は劣るけれども成り行きで一緒に来ることになっちゃったやつ。いつかやる男だって信じてたよ俺にとっちゃこれが初めてじゃないけどな。今は気分に浸る。どっから始める？あそこにあるやつはどう？ああ、でかい見張りの塔があるやつ。ああ、何見張ってたか知りたくない？大賛成。こりゃなんていうか言葉が出ない。おい、こりゃマジですげえな姉さん。言葉出ないんじゃなかったの？けどここを作るのに何年かかる？何年も、いや何十年も。でも一体どうやって隠し通せたんだ？なあ、いいか、この場所は財宝がなくったって価値がある発見だ。アルカサルもそう思うといいけど。なあ、お前喜ぶってことができないわけ？喜んでるよ。でも俺たちの目的は。目的は十分理解してるさ。それならいいけど。もちろん。まだ文字が読める。おい、サム、見ろよ。鍛冶屋じゃないか。カトラス作ってたんだ。やめろ、卑劣なやつめ。いいね。俺はただ。分かってるって。ふざけて。だよな。海賊失格だな。植民地と取引してたのか。島の外でやってたんだろうな。ここでやったら存在がバレちまう。確かに。地元の酒場ってとこか。なんでみんなここに？住民か。ああ。悪名高いお尋ね者と生死を共にして。それで？そうだな、のんびりする。うん、隠れ家見つけて酒に溺れる。悪かはないかもな。でも毎日エイブリーの像とご対面なあサム、他の道選んでたらどうなってたかって考えたことある？例えば路上で手品をやるとか実は考えてた。うまかったし。絶対に無理だったって。おい、嫉妬してんだろ、絶対そうだマジでさ、何百年も前に死んだ人間なんか追いかけなかったらどんな人生を送ってただろうって。もっとまともな生活送ってたかな。うん、
まともか。例えば感謝祭にみんなで集まって食卓囲んで子供の写真を見せ合う、そんなとこ。ごめんだな、俺は無理。こんな生き方が好きだ。前にも聞いた。あ、俺たち運いいだろ。これで運だ。ああ、15年も臭い飯を食わされりゃ何だってよく思えるものさ。まあ確かに無所よりずっとマシだな。コップ空っぽ。この店サービス最悪だな。馬の骨か。繋がれてたのか。じゃあ見捨てられた。なんで。さあね、急いでたんじゃないの。それか連れ去られたとか。なんか匂うな。何があったんだろうな。何が。何事も必ず終わりが訪れる。呪われた財宝ってのもあながち冗談じゃないのかもな。物事ってもんは意外と単純なもんだよ。ま、大抵はね。サム、これ見ろよ。海賊の掟みたいなのがあるぞ。ここは掟いらずだったんじゃないのか。海賊船にも掟はあるだろう。にぎわってた時代を想像してみろよ。ほら、店が並んでて頑固な海賊だらけで。これ何なんだ。お前に会いに行く前に俺も何度か見た。誰が印をつけたんだ。なんか意味あるの。さあどうだかな。侵略者かな。どうせ敵は山ほどいたんだろうし。かもな。おい姉さん、見ろよ。ここで写真を撮れたら最高だったのにな。カメラさえあれば。手帳に絵描いておこうか。マジ。海賊の楽園にも無所は存在してたってわけ。なあ、一体誰を入れるってんだ。そもそも奴ら海賊なのに笑えるな。まあどこにでもクズはいるってこと。ほら、こっちだ。サム、なあ、こっちじゃないか。すぐ行くよ。アジトだったみたいだな。誰から隠れるんだ。自分たち。見ろよ、商業地区の配置図みたいだ。そんで俺たちのお宝もそこにある。ほら、あの塔だ。何を企んでたんだ。あそこから行けそうだ。